パワーポイントで図形を利用してペンギンのイラストを作っていきます。ラインスタンプや絵文字などを作る時の参考にしていただけたらと思います。今回は結合などの機能は使いませんので、ワードやエクセルでも作成していただけます。台形と楕円、ひし形、二等辺三角形、これらの図形を組み合わせたイラストになります。では、こちらの 8.5 の正方形、塗りつぶしなしの枠の中に作成していきます。動画作成上、サイズは指定しましたが、自由なサイズで組み合わせていただけたらと思います。頭に当たる台形から描きます。右クリックで頂点の編集です。上底でマウスポインターがこの形になったとき、右クリックしましょう。線分を曲げる。同じようにしていきましょう。枠線なしにしましょう。コントロールで下にドラッグするとコピーになります。体の部分を作ります。もう一度頭の部分をコントロールをしながらドラッグしましょう。お腹の部分を作ります。塗りつぶし白です。右クリックで頂点の編集を選択しましょう。頂点の中心あたりを右クリックして、頂点の追加をクリックしましょう。追加された黒ハンドルを下にドラッグしましょう。両端のハンドルで少し形を整えましょう。目の部分を作ります。楕円です。塗りつぶし黒、枠線なしにしましょう。コントロールとシフトを押しながら右にドラッグします。目を選択してグループ化しましょう。グループ化はコントロール G です。くちばしを作ります。ひし形です。色はオレンジにします。枠線なし。こちらも右クリックで頂点の編集です。同じく右クリックで線分を曲げる。ここで一旦中央に整列させます。すべてを選択して、図形の書式、配置、左右中央揃え。今度は翼を作ります。二等辺三角形です。線なしにしましょう。右クリックで頂点の編集です。2箇所線分を曲げる。上のハンドルを右にドラッグしましょう。
コントロールとシフトを押しながら右にドラッグしてコピーです。反転させます。足は翼と台形をコピーして寄せて作ります。コントロールでコピーします。色はオレンジにします。コントロールでコピーします。頭の部分をコピーします。コントロールを押しながらドラッグしましょう。グループ化します。コントロール G です。コントロールでコピーします。枠を削除して全体を選択してグループ化します。コントロール G です。ちなみにグループ化解除のショートカットキーはコントロールシフト G です。パワーポイントでは図形を扱う機会が多いのでグループ化の設定が多々出てきます。コントロール G は覚えておくと便利かもしれません。あとは右クリックで図として保存しておきましょう。今回は LINE スタンプなどにも利用できる簡単なイラストを作成しました。